私がぬいぐるみを好きでも別にいいでしょ。それよりあと1キロメートル先、ちょっとモテるからっていい気にならないよね。そんなことよりあと900メートル先。ところで今どの辺走ってるかちゃんと分かってる？ここから800メートル先、左方向よ。ボス、別に私ぼやりなんてしてないわよ。あ、そういえばあと700メートル先、左。冗談はこのくらいにして、そろそろ真面目に行くわよ。この先600メートル走ったら左方向だからね。ほんとあなたって人はどうしようもないわね。あと500メートル先、左方向らしいわ。たまにはいいと。この後、何が起きるか知りたくない？例えば、ここから400メートル先。強がってるわけじゃないの。ただ、ここから300メートル走ったら左方向だからね。私に全部言わせないで。あと200メートル先、左方向よ。ボス、一応教えといてあげる。あと100、ほんとすぐに左方向。それで問題ないはずよ。車がルートを外れてるんだけど、どういうこと？私への挑戦と受け取っていいのかしら。大鳥ルートを始めるわよ。心配しないで、私が必ず目的地まで完走させてみせるから。うじうじ悩んでるだけじゃ何も解決しないから、私新しいルートを探してみるわ。ルートを外れたりしたら承知しないわよ。って、もう外れてるじゃないの。大鳥ルートを始めるけど、あなたはもう準備できてるの？とっておきのルートがあるの。あなたに試してみる勇気があるかしら。新しいルートを考えてあげるわ。感謝しなさい。